ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今日行われました決勝戦。今日ね。はい、侍ジャパンのね、はい、アジアチャンピオンシップの決勝戦が行われました。はい、まあこの大会も最後だし、うん、日本のプロ野球、もう最後の試合ということでね、今年。今年ね。はい。まあ韓国との決勝戦が行われたという。もう韓国というのはまあ順当なところなんでしょうか。まあ宿敵といえば宿敵だし、うんうんうん、まあ台湾もね非常に良かったけども、本当ね、まあ韓国が勝ち上がってきたというね、うんうん、はい、まあ、まあ日本はね、うん、まあ当然のごとく勝たなきゃいけないという。まあでもねこの間のように簡単にはいかないのかなっていうところはありますかね。はい、はい、今日も東京ドーム、うん、看板やちーちゃんよろしくということでね、お願いします。はい、でオーダー、はいね。ちょっといじってきましたよ。まあね、昨日ね、豊さんがガラリと変わってくるんじゃないかというところで予想をしたんですけれども、はいはい、まあ一番にね、藤原を、うん、まあ昨日6打席あって5度出塁ということでね、うん、まあ状態を買っての1番、はい、ただ指名打者なんだよね、守備にはつかさずということで、ね、これ珍しいですよね。まあそうだね、うん、でまあ小園、森下、牧、佐藤、どこ行った8番に来たという ね、うんうん、まあ、状態があんまり良くないんで、まあ、8番で楽に打たしたいという、まあ、今田監督の気持ちもあって、うん、でまあ坂倉、万波、門脇、門脇は1つ上がったかな、で、ね、最後に岡林を入れてきたという、うんうんうん、ね、で先発ピッチャーは今井という ね、 ね、はい、まあオーバーエイジの選手だけどもね、ね、どうなるんでしょうかね、はい、この打順がね、ね、はい、どうなるかどうか、はい、ということで、まあ試合、勝ちました。ねえ、ね、もうね、もう接戦で勝ちました。一つも息を抜く暇が全くありませんでしたが、まあまあ、ね、はい、まずはおめでとうございます。おめでとうございます。まあ先に言っとくけどね、ねえ、優勝ということでね、はい、はい、ただまあ試合内容ね、これから言っていきたいと思うんだけども、はい、まあ先発今井、うん、どういうことが心配されるか、うん、どういう特徴があるかというと、やっぱまっすぐに力あったね、うん、立ち上がりから、はい、ただそのコントロールがどうなのかっていうことを少しちょっと思ったんだけども、うん、まあまあでもまあまあの立ち上がりはしてくれたかなっていうね、うん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 、まあ感じだった、うん、で一方日本の攻撃、はい、1回裏、うん、で藤原時生いきなりセンター、まあ、フライというまあ大きなフライだったけども、うん、ああバット触れてるなっていう風な印象は、まあ印象はあったよね、はい、で2アウトから森下が、センター前にヒット打つけども、うん、まあ、まあ、牧が三振という ね、 ね、まあまあ向こうのピッチャーも、まあ、落ち着いて立ち上がってきたかなっていうような感じがした、うん、はい、はい、で2回裏、はい、裏日本の攻撃ね、はい、はい、ワンアウト後万波が、うん、ライト線ツーベース、うん、あライトに大きなフライで ね、 ねフェンス直撃、ね、はい、ツーベース、はい、で門脇ファーストフライ、うん、でそこから佐藤岡林ってフォアボールフォアボールって粘るんだよ ね、 ね、で1番ツーアウト満塁ね、はい、はい、まあ、藤原、うん、ツーボールから、うん、まあ狙いすましたようなまっすぐで、打ちに行ったんだけども、はい、まあライトライナーみたいなね、うん、まあいい当たりだったんだけども、これが抜けたら楽になってたけども、うん、まあ2打席連続で非常にいい当たりを藤原がしてるんだよ ね、 そうですね、うん、だけどヒットにならずという、うん、なるほど、で嫌な感じがしたんだよね、逆にね、うん、まあこう向こうがフォアボール出しながら、うん、まあチャンスをものにできなかった日本、やっぱ国際試合っていうのはチャンスの後にピンチあり、ピンチの後にはチャンスがあるということから考えると嫌だった、うん、で3回、はい、先頭バッター1番から、うん、始まる先頭バッターでフォアボール、はい、曖昧出たなと思ってね、うん、先頭バッターフォアボールはちょっときついなとか思いながら、うん、これなぜかというとやっぱり、マークするのは3、4番、3、4、5なんだよね、うん、やっぱ韓国の、はいはい、で、2番のキム・ドヨン、ね、この回はね、先頭からだったので、はい、打順が良かったですもんね。やっぱり韓国もきっちりした野球をやりだしたね、うん、なんかね、メジャーに近い打ってくるだけかなと思ってたら、うん、やっぱここら辺きっちり送ってきて、はい、その送った、一塁側に送ったボールを送りバントね、はい、うん、送りバントを牧がエラーしたという、ねえ、ちょっと焦っちゃったんですかね、まあ、ちょっとね、うん、ちょっとグローブに
収めきれてなかったというね、うん、ちょっとことを急いじゃったかなという感じがして、うん、あ、議題エラーになったんだよね。でノーアウト1・2ノーアウト1・2で、はい、うん、で3番にはどうするのかなっていうふうに思ってたら、うん、ここは強行に来て、まあ、今井が三振を取る、はい、で次、2冠王韓国のね、はい、4番、これがワンアウト1・2塁ね、はいはい、ワンアウト1・2塁、うん、初球のスライダーを、まあ、左中間に、うん、まあ、ツーベース、うん、これで2人を迎え入れて2点先制されたんだよね、はい、やっぱりこう先頭打者のフォアボールっていうのはちょっとあれかなきつかったかなっていうふうにね、うん、まあ、思うのと、やっぱり2回の裏の攻撃で点にならなかったということがね、流れを韓国に渡しちゃったかなという感じがしたよね。で5回裏、はい、日本の攻撃、うん、ツーアウトから、うん、牧がカーブを捉えて、うん、まあ、レフトへホームランという、ね、で1点差に迫るというよかった、まあ、よかったというか、うん、まあ、3回裏にもね、牧の打順が回ってくるんだけども、うん、まあ、ちょっとやっぱこうエラー直後でね、うん、力んでたね、うん、で、まあ、牧だったらどっかのタイミングで取り戻すなと思ってたんだけども、はい、取り返してくれるだろうなと思って期待はしてたんだけども、うん、はい、まあ、一番いいよね、ツーアウトランナーなし、うん、まあ、それからの1点ホームラン、うんうん、ね、これは非常によしこれでいけるっていうようなね、うん、まあ、勇気を与えてくれるようなホームランだったよ ね、はい、はい、で6回裏、うん、先頭万波、はい、まあ、粘って粘ってカットしたような棒打球だったんだけども、でした、ね、まあ、一塁線抜けていって、ね、フェアっていうことでね、はい、うん、でツーベースになる、はい、でさあどうする、うん、ね、やっぱ門脇に送らせたという、うん、ね、これきっちり送ったよね、うん、で佐藤輝明、とにかくね同点にしたら、佐藤輝明は何番に置いてもなんかチャンスが回ってくる、うん、なあ、いやそういう人間っているんだよなんかね、今日は8番なのにみたいな、8番なのにチャンスが回ってくるわけよねえ、いやそれでまあ追い込まれながらでも、うん、まあちょっと軽打をしながらね、うん、まあ佐藤輝明の佐藤輝のパワーでね、うん、センターフライに持ってって、ね、まあ犠牲フライ、いやもうほっとしました、まあそうだね、やっと追いついたっていう、まあそれで同点になったんだよね、はい、これでやっぱり流れはね五分五分になったし、うん、ああいけるなっていうふうに思ったんだよね、はい、で7回表、うん、はい、先頭バッター、うん、内安打タブのね、うん、ね、はい、9番で1番に帰ってここも送りバントしてくるんだ、うん、やばい、こう固く来るなと思っててね、うん、で2番三振に取り、はい、3番をショートゴロという、まあここら辺がね、非常に、まあ、韓国ももう1点をきっちり取りに行く野球にこう変わってきてるなというね、うん、まあそんな感じがしたよ ね、でこの時に根本に変わってんだよね、はい、もうピッチャーはね、うんうん、今井からね、うん、で根本もなんて言うんだろうな、ここら辺を三者凡退とか取って、うん、まあ、非常にやっぱこうテンポよく投げて、うん、ここの得点につなげてるんだよね、うん、で台湾戦の時もそうだったけども、はい、やっぱこうピッチャーのテンポとか、うん、やっぱ打ち取り方、それがやっぱり非常にいいとやっぱりリズムを作ってくれるなと思って、うん、まあ、根本なんかピッチャーのその MVP を上げてもいいぐらいの、まあ、今回活躍をしたかなっていうふうに思うんだよね、うんうん、でいよいよ、はい、こうまあ、9回まで行って、うん、タイブレーク、そうなんですよね、もう9回で決着つかず延長になるともういきなりタイブレークなんですね、そうだね、で延長10回にノーアウト 1・2 塁から、そうもう一気に緊張感が増しますもん、はい、で向こうの打順ってすごくいいんだよ、はい、でランナーもいいの、うん、で9番1番がランナーでね、はい、まあセカンドランナーが9番、うん、まあ、この選手も足が速いし、はい、1番も足が速いということで 1・2 塁、うん、はい、でバッター2番、うん、で送りバントも3回に決めてるバッターなんだよね、もうね2番うってつけな感じの、ね、うってつけな打順なんだよ、それで送ったら3番4番に回ってくるという、うん、ああこれ日本ピンチだなと思いながら、はい、でピッチャーは吉村、その前にね田口投手から、そう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 、吉村投手に変わったんですよね、はい、この10回からで吉村って、うん、リリーフっていうのは、うん、なかなかこうチームでは経験してないことだし、うん、どうなんだろうなっていうような懸念はあったね、少しね、うん、懸念はあったけども、まあ
やっぱこう信頼ができるというか、うん、これなぜ信頼ができるかというと、やっぱコントロールがいいよね。なるほど、うん、だから、うん、まあそれを抜擢して、まあ、マウンドに上げたん、はい、ね、はい、で向こうのバッター初球送りバント失敗、うん、で2球目見逃したら高めを取ってくれたんだよストライクね、あ、それでもう打つしかなくなったんだよね向こうはね、うん、俺は送ってくるかなと思ったんだけどね、スリーバント覚悟で、うん、でうちに来て6-4-3、はい、で今年のそのこの大会の収穫っていうのは、はい、やっぱ二遊間だね、あ、小園門脇、うん、このコンビネーションセンターラインが非常に良かった。なるほど。この2人でゲッツーを取ってくれたっていうのと、うん、やっぱこの2人の特徴っていうのはやっぱ打てるんだよね。おお、そうですね。ショートセカンドやりながらでも打ってくれるという、うん、だからこれがやっぱ収穫だったなっていう。大収穫ですね、うん、この収穫の2人が、うん、あのゲッツーを取ってくれて、うん、よしこれで0点になって0点で帰れると思ったら、うん、まあランナーサードからね、ツーアウトランナーサードから3番、うんうん、これがセンター前に、ね、うん、フォークボールがちょっと抜けたんだよね、うん、攻められるボールではないけども、はい、まあうまく打たれたよね、ちょっとしたのもつかの間で、まあそうだね、ところで1点勝ち越されるんですよね、うん、ここでやっぱりがっかりするっていうかね、うん、あ、0点で抑えられなかったかっていうちょっと落胆があったんだよね、うん、まあまあ9にもあったとは思うんだけども、はい、まあ4番にまたヒット打たれて1・3塁、うん、で、ね、5番、うん、を三振に取り、まあ1点でどうにか切り抜けてきてくれた、ね、ね、そして10回で裏ですね、その裏でこっちのランナーもいいんだよね、うん、セカンドランナー藤原、はい、ファーストランナーが小園、ファーストランナーが小園ということで、はい、まあ1・2塁、うん、さあ森下からというところで、まあどうするかなって、今田監督どう動くかなと思ったら、うん、というのはいや、1点取らないと負けるしね、うん、そうなんですよね、うん、だから森下で行くのか、うん、それとも代打を出して送りバントをさせるのか、うん、なるほど、確実に送りバントをするための代打を送るのか、もちろんもう打たせに行くのかっていう、うん、森下ってチームでもバントやったことないと思うんだよね、今シーズン見たことないですね、見たことないし、おそらく大学時代も多分やってないと思うんだよね、うん、まあ、そういうことから言うとバントは苦手と、うん、まあ、やったことない経験がないと、うん、いうところで追いつかなきゃいけない、はい、というところで出た采配は古賀なんだよね、代打、ねえ、同じ大学の中央大学の先輩、一個先輩、うん、まあ、古賀がピンチバンターとして、送られたんだけども、もう、まあ、ど緊張もいいところですね、まあまあそうだね、この説明は後でするとして、はい、まあ、初球で、うん、まあ遅れたんだよね、うん、で二塁三塁になった、ワンアウト二三塁ね、はい、で韓国ベンチは牧を申告敬遠、はい、で満塁にして、うん、坂倉との勝負、はい、坂倉がうまく打ってくれたね、センターに、うん、ね、あー抜けたかなって、もう抜けてサヨナラかな、逆転サヨナラかなと思ったんだけど、うん、まあ向こうのセンターもね配送しながら取って、うん、まあ2アウト、1・3塁、はい、セカンドランナーもサードにね進んでて、うん、ね、犠牲フライに出して、はい、で1・3塁になると同点、はい、はい、でこの時に、万波を、うん、やっぱ3本打たれてるんだよね今日ね、うん、これをまた申告敬遠で満塁にし、うん、で門脇との勝負、はい、ね、門脇は冷静だったね、うん、あのその前に左ピッチャーのチャンスでインハイのボール球を振って、うん、三振してるんだよね、はい、でもここはもう確実にヒットでいいという、うん、ね、ミートすればいいというような形に徹してくれて、うん、まあ、三遊間を割って、まあ、サヨナラにしたというねえ、うん、劇的サヨナラで優勝が決まりましたね。そうだね、うん、まあ今日の、うん、豊かなヒーロー、はい、古賀、うん、これはねもうバント 100% だというふうに相手にも分かって手の内を見せてるような代打なんだよね、うん、バントをしますよっていう、もう、はい、ためのバン代打ですよね、もう代打だよね、うん、でここでものすごいプレッシャーがかかるんだよ、やっぱああいう場面ってもうか何が何でもバントを成功しなきゃいけないというプレッシャーですよね、そう、うん、それと下手すればゲッツーもあるという、そうですよね、あのバントによっては
表が韓国そうですもんね。そうで1点負けてるという状況、まあ、そこに出てきてやっぱね初球でねしっかり決めてくれたよ。これであの攻撃の流れができたというね、うん、まあ、地味だけどもやっぱねあそこで決められなかったら俺日本は負けてたと思うよ。いやー本当にそうですよね。だから古賀、それとやっぱ監督がよく決断したと思って、うん、ここにね、うん、もう一番ねあの悩みどころだったって言っても過言ではないですか。そうだ、ね、今日の試合いやバッターとしたら、まあ、3番を打ってて、そうですよ、で、まあ、森下の気持ちを考えると、うん、えっと思ったと思うんだけども、はい、だけどまあここをね、心を鬼にして、井端監督がここを出してきたっていうのは俺はやっぱこう井端監督はしぶとさだなっていうふうに思った。絶対負けない野球をやるというね、うん、で、まあ、森下のところに肩を叩きに行ってたけども、まあ、それも大事なことだけども、うん、でもそれ以上に俺感心したのは森下の表情をずっと追っかけてたんだけど、うん、やっぱね森下がねやっぱ応援したりとか、いや悔しいと思うよ、うん、だけど勝った後は表情をね緩めて一緒に喜んでた、あの姿があるっていうのはあのチームプレーだからね、うん、で勝ったことに対しての最善の喜び、うん、自分の悔しさは置いといて、うん、ね、そういうことからするとやっぱこうみんなの態度が立派だったなっていうふうに、まあ、すごく感じたね。これがやっぱり日本代表というチームなんでしょうかね。その各チームではトップの選手だとしても、ね、うん、ここに来るとそういうふうな、まあそうだね、例えば負けても明日があるっていうふうな戦いだったら、うん、俺井端監督は森下に思い切り言ってこいって多分言ったと思うよ。そうですね、でも今年の最後のプロ野球で、うん、やっぱりね自分で言うように自分にプレッシャーをかけてる部分ってあるんだよ、うん、やっぱ勝って終わりたいという。で WBC も勝ってる、ね、最後のこういう国際大会でも勝って終わりたいっていうのは絶対あったと思うよ、ファンのために。ねえ、もうこれで今年最後っていう風になるとね、何が何でも負けられないっていう気がしますね。だからね、心を鬼にしたと思うよ、うん、あでもね、よくね、情に流されなかったなっていう風に俺は思うし、うん、あのもう本当によくやったと思うよ、うんうん、だからまあこういう試合だからまあ別にね、先がまだまだこの頃あるし、うん、まあまあやれみたいな、うん、じゃなくて、うん、やっぱ勝つことの大切さっていうのをなんかすごくチームメイトというか選手たちに教えたんじゃないかなっていうようなね、うん、だから俺の野球はこういう野球だぞって、うん、いうことを最後の最後に示せたのがすごく良かったなって思う、うん、そして決勝で勝って優勝っていうことで ね、まあ、うね、もう最高の結果がついてきましたよ ね、うん、まあいろいろ賛否はあると思うけども、うん、やっぱ勝つということがやっぱ大切だからさ。そうですよね、だからそれを勝ち取ったんだから、うん、もう胸を張って堂々とね、してほしいなと思うよ ね、はい、もう素晴らしい試合、もう本当ハラハラしましたけどいいゲームでしたよね。まあ、そうだ ね、うん、ね、まあ井端監督、中央は役に立つんだね。ここね、ここも中央だけどね、よくやった本当に ね、まあ、牧もよくやったし、森下もよくやったし、ね、亀井コーチもおったから、ね、嬉しそうにしてました。亀井コーチも本当に、はいはい、ベンチで笑顔よく見えました。まあまあでもね、うん、ずっとこう4試合追ってきたけども、まあ素晴らしい、シーンとかもあったし、うん、ただ反省材料っていうのはすごくあったと思うしね、うんうん、で井端監督もあこういう国際試合にこういう選手が必要だなっていうのはすごくまた新たに認識したと思うんだよね、うんうん、だからこれをまたいい肥やしとしてね、うん、また素晴らしいチームを作ってほしいと思いますね。とりあえずここで一区切りということですかね。もう疲れたと思うから、ね、まあちょっとゆっくり休んで ね、また話を聞きたいと思います。本当、ね、選手の皆さんも本当お疲れ様でした、まあ、ね、もう本当1年間お疲れ様でした、ねね、その中でも牧なんかね WBC 行ってるから、うんとね、ね、春からね、長かったですね、長かったと思う1年間ね、でも本当に収穫の1年だったような気がしますね。はい、本当にお疲れ様でした。はい、はい。